アウディのプロコンマイナス10搭載車の後部窓に貼られたステッカープロコン点はドイツの自動車メーカーであるアウディにおいて1986年から1990年代半ばまで採用された安全装置である。名称はプログラムドカントラクションテンションの略称である。プロコンマイナス点はエンジンの後部につながれた金属ケーブルにより全面衝突時にエンジンが後退して ケーブルを引っ張り、ステアリングをコラムごとダッシュボード側に引き込む構造である。同時にシートベルトを巻き上げ、乗員がステアリングに衝突することを防ぐ。アウディのエンジンは伝統的にいくつかの近年の形式を除き、縦置きになっている。これによってエンジンは前に突き出るため、放熱器は横にずらして配置される。 この形式の有利な点はエンジンが衝撃を受け止めてくれることである。プロコンマイナス点は、アウディ100、200、V8、80と9二順次搭載された。しかし、それら車種の後継となる初代 A4 と A8、二代目 A6 には継続して搭載されず、プロコンマイナス点は廃止された。プロコンマイナス点は継続されなかったのは、主に北米市場で、 エアバッグの装着義務化がなされたことと、プロコンマイナス10が作動した場合、軽い衝撃の場合でも修理に費用がかかりすぎるため、廃車にせざるを得ないことが原因と推測される。プロコンマイナス10は、アウディ AG の商標である。結果的に、アウディはドイツにおいて最後にエアバッグを採用した自動車製造会社となった。ありがとうございます。